毛穴が行方不明になります。いやいやいや、本当にすごい。今日は9月発売のファンデ2種検証します。アディクションファンデーションリフトグロートルナソルカラーオイルセラムです。リクエストもいただいておりました。ありがとうございます。またしっかり欲しくなるファンデでした。最後まで見ていただけると嬉しいです。どんな商品なのか説明した後、半眼ずつ2つのファンデを塗って仕上がりを比較します。6時間の経過もマスクありなし両方見ていきます。それでは一緒に見ていきましょう。スタート。アディクションファンデーションリフトグロー 30mm6600円、 SPF20PA2+、 全11色の豊富なカラバリで9月1日に発売しました。弾むような張りと光を反射するツヤが出るファンデです。頬など顔の高くなっている部分にツヤを生み、立体感を出すことでリフトアップしたような印象になります。ストレッチリフトテクノロジーとトリプルグローオイルを採用、光を操りピンとした立体的なツヤと張り感を実現。マイクロレベルの微細粉体採用で肌に溶け込むような自然さ、重ねても厚塗り感がなくカバーコントロールが自在です。オールデイラスティング美容液 83% 配合で日中の肌を保湿します。待機中のチリやホコリなどの微粒子からも肌を守ります。ノンコメドジェニックテスト済み、鉱物油、パラベン、グルテンフリー、ビーガンフレンドリーです。無香料です。ルナソルカラーオイルセラム 25mm7700円、 SPF30PA2+、 全5色のカラバリで9月22日に発売しました。オイル美容液ファンデです。滑らかで心地よく使えて、乾いた肌にも瞬時に馴染んで1日中乾燥から肌を守ります。色ムラや毛穴をナチュラルにカモフラージュして、潤いのある綺麗な肌を演出します。水を一切使わず植物由来オイルをふんだんに使用しています。均一に広がりオイルを抱え込む性質のある板状粉体を配合しています。肌の上でオイルをキープすることで粉っぽさを感じさせにくく、艶やかで潤いに満ちた仕上がりが持続します。5色のカラーも肌の色を明るくクリアに見せる色設計となっています。アディクションザファンデーションリフトグロウを使います。こっち側に塗ります。結構とろっとしてます。スポンジで塗ります。ちょっと香りが化粧品っぽい気がするので、気になる人は一回店頭で嗅いだ方がいいかも。でもすっごい伸ばしやすい。意外と軽い感じ。アディクション塗りました。毛穴が消滅した。すごい、わかりますか？この半々で全然違います。こっちすごい黒い毛穴が目立っちゃってるんですが、こっちが全然見当たらない。この半分で全然違う。頬のあたりの毛穴も全然ない。ルナソルカラーオイルセラム使います。こっち側につけます。これもだいぶ緩い。あ、オイル感がすごい、すんごいスルスル滑る。スポンジでつけます。あー、はいはい、なるほどなるほど、オイルだ。手の方が伸ばしやすいのかな。あー、どっちでもいいけど手でも伸ばしやすいですね。こっちは、うわ、しっとり、うん、表現合ってるか分かんないけど、オリーブオイル触ってるみたいですね。オイル美容液塗ってるみたいな感じ。リサージのお風呂でつけるやつとか、そっち系のテクスチャーですね。表面守られてる感がすごい。あ、綺麗なんじゃない？できました。アディクションルナソル。オイルってだけにルナソル結構テカテカするのかと思ったんですけど、意外とツヤ感はどっちも同じくらいです。どっちもね、本当に綺麗ですね。で、光の当たる角度っていうよりは、うん、どの角度向いてもアディクションの方がこういう高くなってるところのツヤがすごい出るなって感じました。で、こっちは全体的にツヤの薄膜を張ってくれてるようなイメージです。毛穴に関してはどっちも結構綺麗に隠れます。最初こっち側だけ塗った時、アディクションすっごい毛穴隠れるなって感じました。でもこうやって見てみると、ルナソルも薄付きの割には結構カバー力があります。どちらかというとこういう細かい色の点々点みたいなのはアディクションの方が隠れてますね。塗り心地はどっちも結構軽いです。スルスル伸びる感じ。アディクションは多分スポンジで塗った方が塗りやすい。スポンジも1100円で販売してるので、やっぱスポンジ塗り推奨かなと思います。ルナソルの方はなんとなく手で塗った方が塗りやすい。触った感じの質感が全然違って、ルナソルはまた変な例えなんですけど、
フライパンでナスを焼こうとした時に先に油入れてからナス入れるとナスが瞬間にして油吸うじゃないですか。そんな感じでルナソルのファンデは瞬間的にスポンジにファンデが吸い込まれてっちゃう気がしました。なんで手である程度伸ばしてから余分なものを取るぐらいの役割でスポンジを使った方がいいのかなって感じです。香りはルナソルの方は特にしなかった。どっちも色ムラがすごく綺麗に隠れています。こうやって引きで見るとやっぱりアディクションの方の山の等高線じゃないですけど高くなってるところがすごく明るくなってくれて、でこういう低くなってるところが影になってくれてるので確かにリフトアップ効果はあると思います。ルナソルの方はリフトアップとかは感じないですけど本当に保湿で守られてる感じがすごい。何使っても乾燥してきちゃった人はいいんじゃないかなと思います。冬場とかねすごいいいと思います。夏場はまだちょっとね、ちょっとしっとりしすぎてるかもしれないんで、ちょうど秋冬春前とか そういう時期にいいですね。アディクションはもうこの夏終わりのこの時期から使えそうですね。でどっちも重ねた時にカバー力出ます。ここもね結構ファンデーションだけで綺麗になってると思いますし、ルナソルもね隠したいところ重ねれば厚塗り感出ずにカバーされます。表面のボコボコっとした凹凸はアディクションの方が隠れてますね。ルナソルの方が素肌感が残る感じです。あとは結構ね私本当に毛穴の凹凸気になるタイプなんですが、ルナソルはねちょっとここにねそもそも塗った時点で色が溜まっちゃうかも毛穴に。アディクションはそんなことないんですけど、なのでちょっとそこだけ気をつけた方がいいかもしれないですね。じゃあこれで1日過ごしてみたいと思います。6時間経ちました。どっちもしっかりテカってます。しっかりテカってるけど肌に感じる負担は全然どっちもないです。表面に重いドロドロの膜が乗っているっていう感じはないです。こんなにテカってても割と快適。鼻の毛穴も露出してきてないです。カバーされたままです。どっちもカバー力失われてないです。結構綺麗なまま。今回は目元のメイクがパンダになってくることもなく無事です。毛穴落ちも気にならないです。鼻横は白いです。どっちも同じくらい。鼻の下も綺麗。どちらも全然乾燥してないです。で今回使って一番思ったのはルナソルの方がほうれい線が全然目立たないのが嬉しかったです。アディクションもそこまでがっつりほうれい線が目立ってくるってわけではないんですけど、鏡を見た時にルナソルの方が全然ほうれい線が目立たないのが印象的でした。こういう目の下あたりの小じわがこちらもねルナソルの方が目立たないんですよ。全然もちろんね本当にアディクションも全然目立ってきてるわけではないけど、すっごい近くで見た時になんかね、ルナソルの方が元気な肌に見えるかな。本当にどっちも綺麗なんですよ。なので今回私が使ってみて感じた印象はどちらかというとルナソルの方が大人向けな印象です。エイジングが気になってほうれい線とか乾燥小じわが気になる人はルナソルずっとこう元気そうなパンとした肌を保ってくれるのですごくいいなと思いました。毛穴落ちもないですし、高いところはツヤ、こういう影になってほしいところは影になってるっていうのもアディクションずっと持続するので、リフトアップ効果が欲しい人はアディクション、そういう使い分けかなと思いました。油取っても切れそうなので一回油取り紙してみます。今日の収穫こんな感じです。どっちかというとアディクションの方が油が出てるかもしれないです。ルナソルはオリーブオイル塗ったみたいな感触だったのですんごいつくと思ってたんですが、意外とねこのねテッカテッカしてるのはアディクションなのかな。油取った肌はこんな感じです。どっちもすごい綺麗。毛穴落ちも全然気にならない。どっちもすごい綺麗です。今日も塗っていきます。ベールオブデイしてます。こっちアディクション塗ります。アディクション塗るとやっぱり毛穴が行方不明になります。いやこの左右の違いが半端ない。こっちルナソル塗ります。やっぱりどうしてもルナソルは毛穴の凹凸にたまりますね。何もついてない指でもっと伸ばしてみよう。たまるな。表面チュルリン系の人にはな。ファンデ仕上がりました。こんな感じです。こっちがアディクション、こっちがルナソルです。今日はマスク検証していきたいと思います。じゃあしばし。お待たせしました。時間が経ちました。マスク取っていきます。でーん、
今回の結果はどっちもマスクと相性がそんなに良くない気がします、はい、アディクションの方はここハゲちゃってますね。この辺も白くファサファサファサっとこう落ちたいです私たちみたいな感じになってます。頬のあたり三角ゾーンはすごく綺麗なんですが、うん、綺麗だけどなんかペチャッとしたイメージがありますね。ルナソルの方はちょっとね、なんか実年齢よりプラス20歳ぐらい老けた気がする。マスクをしない状態だったらほうれい線すごい綺麗だったんですけど、マスクしちゃうとほうれい線が鬼目立ちします。こんな感じ。あとやっぱり最初に溜まった毛穴の部分に加え違うところまで毛穴落ちしてます。多分オイルだけに湿気との相性はそんなに良くないかもしれないです。滑っちゃうんだと思う。ちょっとねこう見ると汚い感じになっちゃう。なのでそうですね、ルナソルはエイジングが気になってる、乾燥が気になってるけどマスクはつけないっていう方におすすめ。アディクションは肌の高いところと低くなってるところで陰影をつけて小顔リフトアップしたいっていう方で、まあマスクはそんなにつけない人の方がおすすめしたい。どちらかというとマスクに向いてるのはアディクションの方です。ちょっとねルナソルは最近使ったファンデーションの中では上位でマスクとの相性は良くない気がします。この辺りのカバー力とかもなくなってしまってる。これはアディクションに関してもこの、ね、ファンデーションで隠れてたものが結構露呈してる。マスクしてもカバー力重視みたいな方は RMK とかゼンウェアとかそっち使った方がいいのかな。こんな感じでした。マスクの内側はこんな感じ。こっちがアディクション、こっちがルナソルです。まあね、どっちも同じようについてますね。地下といえば、まあ、この辺がマシなのはルナソル。まあ崩れ具合とマスクの中を見てマスクとの相性はどっちも別に良くはないかな。はい、マスクなしで楽しむのがいいかな。この2種類は以上です。まとめです。それぞれのスペックはこんな感じです。紫外線カット効果はルナソルが高いです。カラバリはアディクションが多いです。1ミリあたりの価格は80円ルナソルが高いです。仕上がりはどちらも同程度のツヤ感がありますが質感や雰囲気は全然違う2種類でした。向いている人の特徴や好みを下に記載しましたのでご参考にしてください。アディクションは顔の余白が少なくなる印象でした。ルナソルはどんな乾燥粉吹きにも耐えられそうな安心感のある保湿力、好みが分かれそうな2種類です。カラバリです。公式のカラーチャートに分かりやすいようパーソナルカラーを記載しました。迷ったらまずはパーソナルカラーを問わない誰でもと書いてあるニュートラルカラーを使ってみて浮くなと感じたらブルベ、イエベのカラーを試すのがおすすめです。今回明るさは基準色となるものを使いました。アディクションは004、ルナソルは N02 です。ここから試してみるのが無難です。今回選んだ色より明るい色も見せていただきました。明るさが一つ上がるだけでも結構色が変わりますよね。とにかく迷ったら美容部員さんにタッチアップしてもらいましょう。時間経過で色や質感が変化したかもチェックしました。色の方はそこまでどっちも変わりないですね。どちらかというと、まあ、ルナソルの方が新しくつけたところの方が新鮮な色してるかなっていう、血の通ったような色をしてるかなというのはありますが、そこまで大差はなかったのでそんなに色が赤黒くなるっていうのを気にしなくても大丈夫だと思います。でこの驚くべきはこのルナソルのツヤツヤうるうる感が一晩経っても健在なのがすごいです。でこうやって光が当たるとアディクションの方はカピカピっとしてそうな気がしますよね。これも大きな違いかなと思います。うん、これはね結構硬くなってますね。ルナソルはあーもううるるですね。すごいすごい、みずみずしさの持ちは結構今まで使ったファンデーションで一番って言っていいぐらい持続しています。乾燥肌さんにはすごく嬉しい特徴だと思います。このファンデの上にパウダーを重ねるとどうなるのかやってみました。パウダーを塗った時の仕上がりが気になる方もいると思うので AQ オーラリフレクター塗ってみたいと思います。一回化粧リセットしてもう一回ファンデーション塗り直してますので塗りたての仕上がりがわかると思います。おー、パウダー塗ってみました。じゃーん、どっちも塗りやすかったです。でルナソルの方がスルスルスルっとパウダーのパフが滑りやすかったです。でアディクションはしっかりグッと抑えられる感じはあるんですけど綺麗に乗りました。でなんとなく感じたのはパウダーを塗るとさっきファンデーションだけ塗った時と同じくルナソルはちょっと毛穴にファンデーション溜まっちゃうのでその上に、まあ、お粉重ねるとそこがね白くポツポツポツってこう毛穴落ちを最初からしてるみたいな感じになっちゃうので毛穴
穴の凹凸が気になる人はファンデーション単体で使った方が綺麗かも。でアディクションは逆にすっごくパウダーとの相性はいいと思います。お粉を重ねてもファンデーションがこうよれることがなく毛穴にもたまることがないので、お粉したい派の人にはアディクションがおすすめです。最新ファンデいかがでしたか？どっちも良かったですよね。これからの時期どんどん乾燥してくるので、スキンケアアイテムやファンデーションの新調もしないとですね。柳屋では毎月18日から月末までポイントが 20% 還元されるセールを開催しています。配送も税込み1万1000以上で送料手数料無料です。資生堂、コーセー、カネボー取り扱いしてます。皆さん、なんとチャンネル登録者さんが5000人に近づいてきました。信じられません。本当にありがとうございます。いつも皆さんのコメントに励まされて動画を作っています。登録者さんの皆さんが本当にお優しいので頑張れてます。今後もお買い物の参考になる動画を出せるよう頑張ります。リクエストもお待ちしてます。次回の動画もお楽しみに。それでは失礼します。